すごいですね、これ。この外側の壁の板かな。すごい量です。書いてあります。番付けどうしよう。番付け。番号順に送るなら、あの感じだと思います。何でこの色番号。8時かな。おー、3階につながった。その上の高さぐらいだったら大丈夫だよな。全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。わあ、すごいですね。正面から横側の壁ですね。一番目立つところ。うわー、こうなってたんだ。すごい、この手すりができ始めました。おお、この廊下の間の板を作ってもらいました。前階段だったとこ、ここを塞いでもらいました。今日はひたすら剥がす作業です。この後、この入れてさ、下地入れて、一回紙やって、貼れたらな。というか、下地を入れて、あの、
紙貼る準備。ああ。あと、サッシを取り付けると。そこサッシ取り付けると。そういう準備も昼から。一気に開けてきた。はい、起動なった。はい。入った。お、終わり。はい。今夜上がらない。来ればいいんだよ。あ、来ればいいか。あ、すごい。すごい。動画すごい入ってます。全然雰囲気が違う。こっちの。側面側ですね。今側面側をやってます。トタンが全部剥がされて今窓をつけてもらってます。窓とドアですね、つけてもらってます。もうびっくり。いいですか。締まりは締まる。バッチリですね。素晴らしい。おお。あ、明るい。明るいな。全然違いますね。かまどの上の部屋すごい明るくなりました。うん、そこも破るんでした。そこ破るよ。おお。景色めっちゃいい。ここめちゃめちゃ、はい、トキ見えます。これトキ見える。
完璧見えるここから。そうですね、うん、これだけで壁ができてたんだ。竹と土壁、うん、これは100年持つんだよな。これで100年持つ、すごいっすね。すごいすごい。ここがさっき覗いたかまどの上の部屋。床断熱ですね。すごい。遠赤外線のいいやつ。のぶさん、ちょっと手を貸してもらって。窓がめっちゃつきました。1階部分とドアもついて、でシート、防風と防水のシート貼られて、2階もついてます。すごい。窓がついてます。このかまどの上の部屋に窓がつきました。めっちゃ景色いい。そして開けると、おお、今日風が強いからあれですけど、めちゃめちゃいいよ。
って冷凍庫の中入ってさ、30秒ぐらいでもう寒いって寝るぐらいの。お布団かけて寝るじゃないですか、うん、こっちからの息がこの布団の子で霜になっちゃう。うん、本当にそう。この材料はこれなんですね。これちょっと虫のとこちょっと出たくてパッてします。あ、え、材料はここの家のやつですか。うん、これもそうだし、下地もそうだし、ちょっと床材も遅いのに、そんなのもこれ床に光ったやつを下地にして、すごい、うん、これそうだよ。みんなちょっと今日朝加工させてもらった。あ、そうなんだ。すごい。ありがたい。うん。なるべく小屋の中にあるものを利用して。この板は下見たで、これから外張るやつを、利用させてもらう。あ、これ関係ねえんだな。全然関係ねえんだな。いや、もうちょっと長さいくな。はい、どうだよ。もうちょい。まだ来てます。うん、行った。入って入る。はい、入りました。あ、それでいいんだな。それでこう中入れて、中入れて使わんかったらそこぶつかったところ切る。その柱だな。どうですか、はい、向こうついとるね。向こうはついとる。はい、じゃあいいんだわ、これで。これでいいわ。良さそうです。うん、じゃあこれで通りいいもん。通りが良ければいい。あ、これでいこう。じゃあどっかそっち一本止めてくれる。下下げようね。はい、あ、もう持った。これ大丈夫だ。一回でうまいっていうの珍しいな。とりあえず両サイドを止めてくれる。うん、
とりあえずここ取れます。うん。